イーストハートフォードはアメリカが州国コネチカット州、ハートフォード軍南東部に位置する町である。州とハートフォード市の一部だったが、1783年に町として分離、法人化された。2010年の国勢調査では人口5万1252人であり、州内の町では第7位、市を合わせても第19位である。 コネチカットバレーの存在が1631年にヨーロッパ人に知られるようになった時、川の部族と呼ばれた人々が住んでいた。グレート川とその支流沿いにはインディアンの多くの小さな部族が住んでいた。これら部族の中でポダンク族が現在イーストハートフォードとサウスウィンザーの町がある地域を占めており、 推計によって数字は大きく異なるが60人から200人の戦士がいた。彼らはワギナカットとアラマメットという二人の酋長によって収められ、グレート川の対岸、現在のウィンザー町に住んでいたインディアンと何らかの形で繋がりがあった。ホッカナム川より北の地域は外してポダンクと呼ばれ、川の南がホッカナムと呼ばれたが、それらは 確かなものではなく、グレート川に沿った草地のすべてを、ホッカナムと呼ぶこともあった。1659年、トマス・バーナムが、ポダンク族インディアンの大酋長タンティナムから、現在サウス・ウィンザーとイースト・ハートフォードの町となっている土地を購入した。バーナムはその土地に住み、後に9人の子供たちに残した。ハートフォードの町はかつて、イースト・ハートフォード、マンチェスター、ボルトン、 バーノン、ウエストハートフォードの拡張となった土地を含んでいた。1783年にイーストハートフォードが分離して別の町となった。その時の領域にはマンチェスターが入っていたが、1823年に分離した。イーストハートフォードの町はコネチカット川の東岸にあり、ハートフォード市の対岸である。町内にはバーンサイドとホッカナムの地区がある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、超域全面積は18.7平方マイルであり、このうち陸地18.0平方マイル、水域は0.73平方マイルで、水域率は3.93%である。イーストハートフォードには多様な地区がある。町の北東部と南東部は、郊外部であり、隣接するサウスウィンザーやグラストンベリーの町に似ている。住人は、 中流階級が多い。対照的に町の古く都市化された地域は中流以下の収入である。これら地区は南西部の北カナム、中央部のバーアンサイドアベニュー、ザレーンと呼ばれるシルバーレーン、メーベリービレッジである。これらは快適であるが犯罪も多い。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。イーストハートフォードには コングロマリットのユナイテッドテクノロジーズ産科にあるフラットホイットニーが本社を置いている。その製造工場はイーストハートフォードの土地のかなりの部分を占めており、その最盛期には1万人を雇用していたが、現在は7621人となっている。町内のメインストリートにはコカ・コーラの瓶詰め工場もある。町内に工業団地や郊外のオフィスパークも点在し、 2000年代初期、都市計画者が、戦略的に、地域スタジアムのレントシュラースタジアムを置き、プラットホイットニーが以前に持っていた、飛行場を、レントシュラー飛行場の跡地に、狩猟やキャンプに重点を置く百貨店のカベラズが入った。イーストハートフォード町の2013年、包括的財務報告書によれば、町内の主要雇用主は次の通りである。 1> 第1回衆派協会コネチカット側のすぐ東、イーストリバードライブとコネチカット通りの地域には広大な開発地があり、自動車ディーラー、イン、小型小売業開発地などがある。グッドウィンカレッジがリバーサイドドライブ沿いに大型のキャンパスを建設し始めた。学生の住居のために住宅開発も行っている。イーストハートフォードとマンチェスターにある、 ウィッカム公園には東洋庭園、噴水、開放草原、林、池、ピクニック場、ソフトボール場、鳥籠がある。公園の西側はイーストハートフォードの景観が良いところであり、コネチカット川越しにハートフォード市のスカイラインが見渡せ、結婚式場としても人気がある。冬は、そり遊びのできる丘にも人気がある。レントシュラーフィールドスタジアムは、 コネチカット大学のアメリカンフットボールチームであるハスキーズやユナイテッドフットボールリーグのハートフォードコロニアルズが本拠地にしている。このスタジアムはローリングストーンズなどアーティストのコンサートにも使われている。ありがとうございます。